今回なんですけど、あの夕日野郎さんの復活はめでたいっていう動画を出したんですけど、撤回しますね。まあ、なんでかっていうと、あのなんかあの人なんかパートナーと同棲してるらしいんですよ。これちょっと話が違うよっていうか、そもそもなんか普通に僕はコンビニで働けないので、で受からないから、Mac でも無理だし、携帯屋も無理だし、どこも受からないんで働けないんですけど、普通にね、受かって、バイト受かってさ、で、パートナーと同棲してるって、それで弱者男性アピールはちょっと違うんじゃないかって、本当に思うんですよね。もうなんか、もう子供とか普通にできたりしたらね、なんか、なんだそれって、普通に思うし、だから、やっぱりなんか、あの人陰キャじゃない、ないというか、なんか、俺も路上でね、あのしゃがんで動画撮ってる異常者だけど、あのやっぱちょっとあの人は陰キャじゃないよなっていうか、普通に生殖行為してんじゃなくてね、どこがもう中卒外人なんやって、普通にね、あの人間としてやることやってますやんって、もう本当に世の中にはね、あの大学出ても女とやれずに仕事にもつけない人がいるんだっていう、ね、ことをちょっと教えてあげたいなと思いましたし、あのちょっと本当話が変わってくるっていうか、あの歓迎できないですね本当に。なんか単にさ、なんか普通の人じゃん、でもはや、うん、21歳彼女と同棲中です、普通の人だ、うん、なんかな、な人間にさ、なんかそんなあのジャンルの話とかできるのかっていうか、本当にできないと思いますよ、うん、いや幸せになってしまうとコンテンツが死ぬっていうジレンマなんで、うん、なんで、ね、僕はね全部引き継いでいけたらなと思いますよ、はい。というわけで、あのね、夕日野郎さんね、あのちょっと話が違うんじゃないかという話でしたけど、まあ、ただ夕日野郎に便乗して再生稼いでる陰キャラでもね、みんな気持ち悪いです、うん、まあね、俺はね、あのもっと現実的な目線からこう再生数をいただこうかなと思いますよね、うん、まあ、だけどね、やっぱやっぱ夕日さんね、なんか顔がね、俺は前結構痩せてたから、今30キロ太ったんですよ、あの時より。俺が30キロ痩せてる時は結構本当あれでしたね、似てたけど、なんか今も全然似てないですね、うん、もはや誰だよっていう、顔似てないし全然僕が太りすぎて別人になりましたからね、うん、だから、まあ、顔は全然もう似てないですけど、ね、なんかもうでただの陽キャだし、なんか、まあ、全然あの親しみ持てないですね、うん、やることやってんだもんだ普通に、うん、まあね、でもあの、まあ、ゆうひさんのね、ちょっとこいつよ、野獣なんじゃないかっていうね、説ね、ちょっと唱えてる人として僕のとこ来てもらえれば、いつでもあの最低限の話を、ね、しようと思います、ね、はい。まあでもゆうひ野郎さんね、まあでもなんかあのあれっすね、あのまあ頑張ってほしいなと思いますね。結婚今までしちゃえばいいんじゃないかって、もはや、うん、中卒が入っても専業主婦だったらいいだろうって、うん、思いますし、別にその間になんか通信制高校行ってもいいしだろうし、うん、正直言ってね、大学出ても就職もできないし、働けてもさ、なんか大学本当に出てるんですかって言われてさ、ずっと文句言われるしさ、出勤してもずっとね机で寝てるから怒られるしさ、うん、でそもそも面接で受からねえしさ、で低賃金で、ね、でね、大学の奨学金はないけどさ、まあ、要は親とかがさ、キャッシュで払ってるからね、うん、借金だらけなんだよ、それで実家済みでさ、終わりみたいな、そんな人間もいるんだからさ、から別になんか中卒外資がいいけど、大卒で外資だったらどうすればいいんだよって、本当にどうしようもないじゃんって、学歴がないからって言い訳は使えないからさ、もう障害に生きるしかないけど、うん、厳しいですよ非常に、うん、まあ、というわけでね、以上でした。